ソカロの眺望メキシコ独立200周年へのカウントダウン時計。背景の建物は国立宮殿ソカロ、またはソカロ広場はメキシコシティ中心部の歴史地区にある中央広場の通称である。正式名称は憲法広場であるが、ほとんどの場合、ソカロと呼ばれる。ソカロはアステカ時代から集会場として使われ、メシカの祭儀の場。 福王たちの先制就任、王の布告、軍事パレード、独立祭典、現代の受難集や、生態の祝日といったキリスト教の祭典に使われてきた。海外首脳の歓迎にも用いられ、国家の祝祭と抗議運動の両方に使われる。ソカロとその周辺は700年近くにわたって、メキシコシティの都市計画で、中心的な位置を占め続けてきた。 アステカの伝説で世界の中心にあるとされるテンプロマヨールのすぐ南西に位置する。ソカロの面積は57,600平方メートルである。北にメトロポリタン大聖堂、東に国立宮殿、南に市庁舎、西にポルタルデメルカデレス、北西端に国営質地点北東にテンプロマヨールがある。広場の中心には巨大なメキシコの国旗が掲げられ、 毎日奉納されて国立宮殿に運ばれる。北東隅にメキシコシティ地下鉄に合戦のソカロ駅入口があるが、地上には何の標識も書かれていない。ソカロのパノラマ。ポルタルでメルカデレスのレストランの屋上から東の国立宮殿の方角を望むソカロの正式名称は憲法広場であるが、ここで言う憲法というのはメキシコの憲法のことではなく、 メキシコ独立前の1812年にスペインのカディスで制定されたカディス憲法のことである。ソカロとは台座を意味する。メキシコ独立を記念するモニュメントを広場に建設する計画があったが立ち消えになり、モニュメントの台座のみがしばらく置かれていたことからこの通称が発生した。台座ははるか昔に地中に埋められたが、名前のみが今も残る。他のメキシコの都市、 例えば、オアハカ、メリダ、グアダラハラなどでも、中央広場のことを、ソカロと呼んでいる。スペイン人の征服以前のテンプロマヨールとソカロの、模型。地下鉄、ソカロ駅構内にて、スペイン人の征服以前、ソカロは、アステカの首都テノチキトランの中心部にある空き地だった。東には、新しいイエス、すなわち、モクテスマ二世の宮殿、西には、 古いイエスすなわちアシャヤカトルの宮殿があって、そこは、モクテスマ二世の先代の皇帝でおじにあたるアビツオトルの住居でもあった。テノチティトランの中心は、ソカロの北から北東にあたる聖域であり、そこはまた世界の中心と考えられていた。今のソカロは、テノチティトランから出る南北の道と東西の道との交差点の南から南西にあたる。エルナンコルテスによると、 この道は一騎打ちの槍三本分の幅があった。この道によってテノチティトランは四つの地区に分かれていた。テンプロマヨールを含む聖域は交差点の北東にあり、一般人の通るは基地とは平によって区切られていた。エルナンコルテスはテノチティトランを破壊した後、町を再設計した。四つの地区の区分は温存したが、その中心部に大聖堂を建てた。その南に、 プラサマヨール、北に、プラサ地下があったが、都市化が進んだ結果、校舎は、早い時期に亡くなってしまった。広場の東の元のモクテスマニ世イの宮殿の後は、コルテスの宮殿になった。クリストバルデ・ビジャルパンドによる大広場の絵広場は1629年に2メートルに、達する洪水に襲われた。1692年にボートによって、福王の宮殿が焼かれた後、広場の南西部に、 ガレオン戦貿易によってもたらされた品物を売るためのパリアンが1703年に作られた。しかし広場はカリゴヤで溢れ、歴史学者のフランシスコセダーノによると汚く見苦しい様子だった。舗装は凸凹し、浮きには泥だらけになり、ネーモーナや剣が折り、ゴミやお物が堆積していた。百八十九年十二月のスペインのカルロス四世の布告によって、 広場が整備されたが、この時に、太陽の石や女神コアトリクエの像が発見された。物売りは、広場の南東に新しく建てられた、メルカドデルボラドールに移された。広場の四隅に噴水が作られ、64のランプと124の石製のベンチが設置され、またマヌエル・トルサによる、カルロス四世の騎馬像が広場に置かれた。 メキシコ独立革命に対して1813年5月22日に、複王、カジェハラは、カディス憲法とスペイン王室への忠誠を誓い、その結果、広場の名前が憲法広場に変えられた。ソカルを走る路面電車メキシコの独立によってカルロス4世の像は広場から覗かれた。像は今もメキシコ国立美術館の前に置かれているが、 美術的価値のためにのみ保存されているという断りがきがついている。1828年12月4日から5日にかけて、パリアン市場は暴動によって略奪され、何人かの商人が死亡、市場の大部分は使えなくなった。1843年に大統領サンターナがパリアンを取り壊し、広場には何もなくなった。サンターナは独立記念のモニュメントを広場に建てようと、 したが、計画は中断され、台座のみが何十年もそこに放置されていたため、ソカロと呼ばれるようになった。1866年になって、広場には散歩のための歩道や、庭、噴水、ベンチ、ガス灯が作られた。1891年に、歩道はアスファルト舗装され、ソカロには路面電車の駅ができた。19世紀後半に再びソカロは、 物売りの仮小屋で溢れるようになった。トラテロルコ事件の抗議者たちとメキシコ軍1913年2月の悲劇の10日間では国立宮殿が砲撃されソカロに被害が及んだ。1968年のトラテロルコ事件ではグスターボ・ディアス・オルダス大統領の独裁に反対する学生たちがソカロで抗議行動を行った。ソカロはまた百六十八年 メキシコシティオリンピックのマラソンの出発地点でもあった。1970年代に広場は再び整備された。路面電車は除かれ、広場全体がセメントで舗装され、自動車の駐車は禁止、広場の形は一辺が200メートルの正方形に変えられた。1970年代後半にはピンクの玉石で再舗装され、木が植えられ、旗竿の周辺に草が植えられた。 20世紀末にはソカロ及びその周辺の歴史地区は荒廃していた。メキシコ市長クアウテモクカルデナスはソカロ一体の刷新を計画したが強い反対に相断念した。元市長マルセロ・エブラルドは歴史地区の整備運動を行った。議会が地方政府の予算を削減したために役人が該当で集めた資金に大きく支援された。この運動は 満足できる結果をもたらした。映画007スペクターの影響で2016年以来死者の日のパレードが開催されている。アンドレスマヌエル・ロペス・オブラドールを支持する抗議運動ソカロはメキシコ及びメキシコシティの行政の中心であるため抗議運動も盛んである。ソカロには10万人以上が集まることができ政治的集会の場となる。 1988年の大統領選挙で、クアウテモク・カルデナスが、カルロス・サリナスでゴルタリに敗れた時、不正選挙と信じる、何千人もの人々が集会を行った。2001年には、サパティスタ民族解放軍のマルコス副司令官の、支持者たちが、より大きな政治的自治を求めてソカロまで行進した。2006年の大統領選挙の後、カルデナスの見本に従って、 アンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドールがソカロで主要な抗議を行い、また、カルデロン大統領が国営エネルギー企業であるペメックスに対して個人や外国の投資を許そうとしていることに対して何千人もの参加者が抗議集会を行った。2008年8月30日には犯罪と暴力に反対する平和的抗議がソカロ広場をいっぱいにした。 ソカロはまた定期的な政治的イベントの場でもある。9月15日の午後11時前に、メキシコの大統領は、国立宮殿の中央バルコニーに姿を現し、ドロレスの叫びを再演する。ソカロ近くで踊りの準備をしているところ、メキシコ軍楽隊による演奏1982年以来、メキシコシティ中心部を再生しようとする努力が払われた結果、ソカロは、 数多くの芸術、文化イベントの場となった。毎日即興のアステカの踊りが、太鼓に合わせて、羽の頭飾りとアンクレットをつけたダンサーによって踊られる。より大規模なイベントとしては、スペンサーチュニックの野外撮影があり、このために1万8000人近くのメキシコ人が、全裸になり、今までのバルセロナの記録を抜いた。またグレゴリー・コルベールのアッシュズ・アンド・スノーのための、 ノマディック美術館が作られた。不思議なイベントとしては、ソカロの中心部に一時的に作られる、約3200平方メートルのアイススケートリンクがあり、2007年冬にメキシコシティの住人のために無償で提供された。その後何度も繰り返して、冬に作られている。フェスティバルでメヒコは、ソカロ一体で開かれる年に一度の芸術祭で、2008年の 第24回フェスティバルには20カ国から254の催し物が演じられた。ソカロではしばしばパレードが行われ、ポップシンガーやバンドのコンサートも開催される。ありがとうございます。